来るぞ来るぞ来るぞ、ダメ、あー NTR タイム、これなんですよ。ビートリフレ、今回からみんな鼻血は吹き出すなよ。謎理論タッタッタッタ、謎理論タッタッタッタ、お前が言ってるその理屈は謎理論。いや、説明気づきだよ。ビッグトリフレの実況動画なんですけど、前回のラストに言った通り、ちょっとパッチ入れてみました。まあマッサージの時になったらどれぐらい変わっとるかってを見せれると思うんですが、とりあえず午前中はマッサージじゃないみたいなんで、あれ誰も見当たらんで、買い物か、楽しみなの、誰かの様子でも買い物か、いつも女の子の顔を出てくるけど、なんだろうな、どこ行けばいいんだろうなの状態になっている。買い物か、誰かの買い物、どうしようかな、気分、買い物、買い出していこうか。駅前、適当に駅前来ちゃったけど、どうなんだろうな、ゆっくり散歩するのもいいな。こんなところで会うとはね。もうどこ出かけてもさ、女の人のアイコンおらんところ、どこ出かけてもお前と出会う気がするし、しかもこの備品の買い出しのイベント見たことある気がするし、ちゃうかな、散歩してただけです、してただけですなんて言えないみたいな。殊勝な心がけて結構、備えあれば憂いなしって言うからね、頑張るんだよ。なんかこいつが出てきた時ハズレに感じるよな、あんたの頑張りは。あのじいさんだって見てるはずさ。もちろん私もね。散歩はやめて備品の買い出しに行こう。心折られたね、お前。お客さんを待つとするわけで、ここからお客さんがちゃんと来るわけで、さあ誰だ、まずパッチの被害者第1号になるのは誰だ。こんにちは。ああ、雪城先生、雪城さんじゃな。ああ、いつもお世話になっとる人がいきなりこんな感じで被害者に会うことになるとは。いらっしゃいませ、マッサージですよね。あれ、今日はマッサージをしてほしいわけじゃないの。待てだ、ちょっと待て、パッチ入れたんやけん、マッサージさせろや。マッサージさせろや、パッチの状態とかどうなっとるかちゃんと確認したいのにさ。違うんですか。ええ、実は悩んでいることがあって、アツシ君にお話ししたかったの。迷惑だったかしら。あの、人生相談だったら別のとこ行ってください。俺はうちでやってるのはマッサージなんで。そんなことないですよ、言ってじゃないですか。困ったことがあったら遠慮なく言ってくださいね。ああ、そうだった、俺雪城さん専用の人生相談窓口だったわ。ありがとう。はい、私ね、今気になっている人がいるの。でも主人のこともあるから、どうしたらいいのかわからなくて。気になってる人って絶対俺だよな。その勘違いとかじゃなくて絶対俺やな。ここでいきなり違う男性の名前とか出てきたらさ、えぇ、ー、ってなるぞお前。裏切ったね、雪城さんって俺思うことになるからな。主人って亡くなっとんよな。今も主人のことは好きよ、忘れたことなんてないわ。だけどその人のことも主人と同じぐらい好きなの。まあ面影重ねとったもんな、お前。今まで主人以外の人を好きになったことがないから、私の気持ちが分からなくなって。やばい、好感度上げまくって雪城さんが一番好感度高い人間になったら結婚しそうな流れになってる。あの人のことを考えれば考えるほど主人のことを忘れてしまいそうで怖いわ。雪城さん、ごめんなさいね、こんなお話をしちゃって。あつし君にお話ししたらちょっとだけ気持ちが楽になったわ。人生相談所になったわけだな、ここが。それならいいんですけど、ついでにマッサージを。ついでに言うなだお前、それがメインじゃ、ここの店のお前。何、人生相談がメインでマッサージがサブみたいになってるんだよお前。ここはマッサージ店じゃ、ここはマッサージ店なんじゃ。それじゃお願いね。マッサージがメインじゃ。さて、イージーの3です。さあ、皆さん、こっからが問題。パッチを入れたんでね、ちょっと、もうちょっとエッチになります。エッチになってなる点は2つありますんで、これは実際見てもらった方が早いか、説明するよりも。それじゃあ、最初は別に変わりません。今日もよろしくね。
あれ、でもなんかいつもより下着の出方が甘いなって思うあなた、安心してくださいの展開だと思うんで、俺の事前情報でかバッチの内容を把握しとる俺から攻めれば安心してくださいだと思うんで、まあ見てもらえればわかる。はい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 、よっ、あー、ミスった。これ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 、ちょっとずつね下着が出てくるんですよ、服がめくれて。大丈夫よ。でもこれもパッチの、パッチを入れた影響その1ですね。もう一つあるんですけどね、まあそれは後ほど。はい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 、あれ、どうですか、イライラがあったら教えてくださいね。大丈夫よ。ちょっとミスりがち、なんでゆきしろさんの時だっけ、ちょっとミスりがちなのか、なんだろう、あ、わからんわからんけど、あ、さっきよりもちょっとブラジャーの見えてる範囲広くなったでしょ。ちょっとコンボを重ねるごとにですね、見える範囲が増えるんですよ。逆にこれいいんじゃないですか、ちょっとずつ見えていくことが好きな人っておるかもしれんからな。もちろんこれだけではないので、うまいことそれを見せてればいいんですけど、確かスコアが高くなかったらそれが見えんはずなんでね、頑張って高いスコア出すよ。来た、来るぞ来るぞ来るぞ、ダメ、あー NTR タイム、これなんですよ。ほんでこれツボ押す、ツボ押す、ツボ押す、そうなんですよ、ハイスコア取ったらこのほとんど隠さなあかんところだけしか隠せてないみたいな状態になるんですよ。そしてさらなるドエロの世界へ、さすがに乳首とか股間とかは見えないんですけど、そこは、ね、R18 相当にはなってないんですけど、YouTube 大丈夫かなってちょっと心配になってくるでしょこれ。でもね、他の実況者さんの動画見よったら R18 になってる動画あんまないんですよ、なぜか。だから思い切って俺も入れたって。もう刺激的すぎよ、ほんま見よる方も刺激的すぎるんですよね。もし YouTube の方で R18 指定になってくるっていう補正が来るんでしたら、ちょっと俺も編集でモザイクとかけますが、気持ちよかった。さあ今モザイクかかってる状態なのか、かかってない状態なのか。もうアツシ君たら、あースケベすぎた。ブラジャーの見える範囲がさ、めっちゃ広くなってるからね、これすごいな。もう半分南半球半分見えと思うもん、おっぱいがブラジャーが。というわけですよ、今回からもう超刺激的になります。さっきの話を聞くと、ゆきしろさんには好きな人がいるってことだよね。ゆきしろさんから好きになってもらえるなんて羨ましいな。いやいや、そうじゃなくて、大丈夫、お前のことだから。それゆきしろさんにはお世話になってもいいし、何か手伝えることがあったらいいんだけど、結婚も恋愛もしたことないからうまくアドバイスできるとは思えないし。あつしくん、はい、どうかしましたか。ごめん、あー、まだ頭ぐるぐるなってるやん。え、なんで謝るんですか。だって私があんな話をしたから困っているんでしょ。いや違いますよ、困っているのはですね、いや、なんかゆきしろさんの時だけさ、ノーツの出方が俺苦手なんよな。やけんさ、ちょっちゅゆきしろさんの時だけえらいミスるんやけど、どうなんでしょうね。そんなことはありませんよ、僕はゆきしろさんから頼ってもらって嬉しいんです。僕は話を聞くことぐらいしかできませんが、よければこれからも話を聞きます。だからいつでもお店に来てください。もちろん僕の部屋に行っていただいても大丈夫ですからね。あつしくん、ありがとう。ただし僕の部屋に来ていただいた時にはさらなるエッチなマッサージを用意してますので、覚悟しておいてくださいね。そこは僕の取り入ってるんですよね。
テリトリーですからね。というわけで1日が終わった。マゴ殿、そろそろ寝自宅をするのじゃ。早く寝ないと明日に響くのじゃ。いや、あそこまで雪城さんの体が見えたっていう興奮があるからね、なかなか寝れないかもしれませんがね。あー、うん、あー、これは見たイベントやな、書類の話はな。じゃが、あまというわけで、ドキドキの月曜日、ドキドキの月曜日が終わって、メラメラの火曜日が始まりそうになっている。どうメラメラするかは俺にもわからねえぜ。でも多分メラメラしそうだな、いろいろ。さあ次だ、部屋から始まる。これは遅刻イベントかなぽいな。これこれは何度もいいだわ。朝食抜きだー。あー、パッチ入れた時にいきなり自由時間の話出てくるの。マッサージしたいよ。せっかくパッチ入れたけマッサージしたいのに。どこかに出かけるのか。なんじゃ、家に寄ったら雪城さん、それ以外のところ行って雪城さん以外のイベント見たいかな。雪城さんのマッサージ見たけんさ、ちょっと冒険しに行くか。雪城さんをほったらかして冒険しに行くか。散歩じゃ多分何畳何畳の乱情ができそうな気がするし、どうしよう、遊びに行っちゃう。わしも映画が見たいのじゃ。あたりのところ行きたいんやけどな。気配がするの。こわ、どこ行けばいいかな。あ、運動場とかあるの。アサキリちゃんのところ行ってみようかな。わ、陸上部の練習に付き合えるかな。なんだや。あマッサージ屋はやめて、アスリートにでもなろってのかい。ダメなんかな。もしかして雪城さん以外の人には出会えない運命だったんかな今回。なんだやつし。マッサージ屋。このメッセージもう一回聞くつもりないのに、無視したのに。聞くつもりないんじゃこのメッセージもう一回も。はい、ランジョーさん、どうしてここに。なに、ちょっとやばようだな。それより、あんたのことだ。もしかしてここのさ、ここの管理しちょる人にも借金してるの。お金貸してるの。貸してる相手多すぎません。あーいや、気分転換に運動を。あは、気分転換に運動ね。そんな風には見えないけど。そんなことないですよ。じゃあトラックを25周走ってもらおうか。え、25周って10キロですか。運動がしたいんだろ。10キロぐらい、2時間あれば楽勝ってもんさ。おっぱいの揺ればっかり目打ちも。でもやるんだろ。はい、一緒に走りません。お客さんを待つとするか。一緒に走ったら俺ランジョランランジョランジョのおっぱいの揺れも一緒に見えるのに癒しになるよ。10キロどころか20キロ30キロでも走れそうな気がするもん。冗談をさておき、お客を待つぜ。さあ誰が来る。師匠どうしたの。難しい顔してるけど、ただ寝てるようにしか見えんけどな。ちょっと考え事をしていてのどうした。最近チュールが値上がりしたなみたいな、そんなこと考えてる。お店のことで気になることでもあった。それとは別のことでの、散歩の帰りにな、南雲を見かけたのじゃ。南雲先生、いつもの南雲とは違っての。へ、なんというかピリピリした感じじゃった。ちょっと休んでいろいろ考えよったことだと思うけどな。その結果どうなったか。そんなに気を張り詰めていたら子供たちも怖いじゃろうに。ああ。何を考えておるのやら。上野先生から言われたらそういうとこなんかな。気づいてないんか、南雲先生に。南雲先生自身は気づいてないかな。南雲先生に何かあったのかな。こんにちは。今日もマッサージをお願いしてもいい。確かにちょっとテンションが低げ。わかるよ、アツシ、わかる。いつ南雲先生のおっぱいが揺れるかなって、胸に集中したい気持ちはわかる。あ、来たー。はい、揺れたぞ、アツシ。違う、顔を見てるんじゃない、おっぱいを見てるんだ。すいません、確かにピリピリした感じだったので、何かあったのかなって感じで。そう私はいつも通りだけど。これからマッサージで南雲先生の
ネイキッド、ネイキッドなんとか、ネイキッドスタイルを見せられることを考えたらすごい興奮してる。それよりマッサージをお願いしてもいい？疲れが溜まって大変なのよ。待ってました！南雲先生の裸が見える。わかりました。今すぐ準備しますね。生まれた時の姿。南雲先生の生まれた時の姿が今回見えるわけですよ、皆さん。とうとう。とうとうですよ。南雲先生ファンの俺にとってはドキドキに。ねえ、指原さん。あれ？私、そんなピリピリしていたかしら。おいおい、ちょっとずつずれていくシステムだったら結構最初から見過ぎじゃないですか。そう。ごめんなさい。変なことを聞いてしまう。南雲先生、ほんまにさ、猫がへそ天しとるぐらいさ、警戒心なさすぎないよ、今。そんな体勢してるで。いくらマッサージして、ちょっと心許しとったとしても、それはちょっと、どうなのかなって思うわけですけどね。はい、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 あん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 じょんはい。ずれよんだろうな、この間にも。上の方は、上の方はずれよんだろうな。どうですか、痛いところはないですか。赤いパンツな。あれ、ずれてないで。大丈夫よ、気持ちいいわ。もうちょいずれるかな。あ、いや、上の方からちょっとずれ始めよう。え、微妙ですね。どうなんだろう。はい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 、あ、見せた。はいはいはい。真剣やろうか。いい感じのテンポ。あー、いや、ずれてきてるな。一回ミスったけんちょっと戻ってしまった感じがな。気持ち、ミスなしでできるだけいかんかったら気持ちいいだろう。もっとあやげいいんだぜ。赤いブラジャーが見えてきてるな。恥ずかしがって、ブラジャーさん、もっと出てきておいで。それとも、はい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 、あんま喋る余裕ないけどね。テンポがすごいけん。恥ずかしがり屋さんのブラジャーをね、もっと出していかんかったらあかんけんだ。よっしゃー、どうだ。指原さん、トゲ払って素の裸をもう解放。えー、はぁー、長野先生のあらあれもない姿、まあ、おっぱいの形綺麗すぎだろ。あい、あん、あい、おっぱいの形綺麗すぎだろ。この先生、もう生徒には見せちゃいけないよっていう追いだけに見せる姿、これこそほんまに信頼しきっている猫が飼い主に見せる姿ではありませんか。そうだ、南雲先生はお前にとっての子猫ちゃん。にゃあ、秋声がなんかいつもよりエロい気がするよ、見た目から来て。もうダメな顔してるもんね、ダメな顔してるもんね、これ。そして南半球全ポロンのおっぱい。今何が起きたの。エクスタシーの解放ですよ、先生。ありがとう、指原さん。気持ちよかったわ。そろそろ俺の動画戦えるんではないだろうな。楽しみにしてるわ、ね、ここまでスケベに追求してたら戦えるんではないだろうかなと。ちょっと不安になってきてる俺がいますけど、俺は俺の信念を突き通すんじゃ。ナルトだって捕獲になるっていう夢を突き通したんや。だから最後ホタテになった。ホタテ、ホタテじゃないな、ホカゲだよ。
ホタテになっても何もならんだろ。ああ、南門先生、もし悩んでることがあったら遠慮なく言ってくださいね。僕じゃ頼りないかもしれないですけど。そんなことはないわ。でも、そうね。じゃあ、私の話を聞いてくれる？何ですか？もしかして教師になったいきさつとか聞かせてくれるんかな、この流れ。ええ、もちろん。ありがとう。これでいきなりさ、私には彼氏がいるのとか言い出してぶん殴るからな、お前。最近、先生に向いてないのかもって思い始めたの。は？そんな、毎日あれだけ頑張っているのに。そうね。毎日子供たちのために頑張ってるわ。でも、結果がついてこないのよ。そうか、結果か。だからって。指原さんは優しいわね。きっと君みたいな人が先生になるべきなんだと思う。こんな真面目な話してるのに、南雲先生のおっぱいボローンって揺れるところに注視してた俺が。え、私にはね、理想の教師像があるの。ああ。その教師っていうのは、私の教師なんだけど、私が先生を目指すきっかけになった人でもあるの。オーソドックスやけどいい夢やな。やっぱ教師ってのはさ、目指すきっかけになった人が出会ってからなるようなもんか。そうだよな。自分もこうなりたい、あ、この人のようになりたいっていう人やっぱおるよな、教師だったら。あの人は私が間違ったことをしたらちゃんと叱ってくれた。私が勉強でいい成績を出したら自分のことのように喜んでくれた。はあ。先生ってね、この子悩んでるなとか、この子辛そうだななんて見てればわかるのよ。そうか。私だってそんな子たちに頼られたい。でも声をかけても何も話してもらえない。私は生徒に必要とされていない。あの人のようにはなれない。ああ、南雲先生、変なことを言いますけど、真面目の話をしている間も俺はあなたのおっぱいが気になって仕方がない。なんでそんなにバルンバルン揺れるんですか？ブラジャーつけてます？いや、つけとったな。つけてはいたな。南雲先生、さて、マッサージもしてもらって話まで聞いてもらったし、身も心も軽くなったわ。明日からも頑張れそう。指原さん、話を聞いてくれてありがとう。はい。結局のところ、その答えは仕事をしているときにしか見つからんのかもしれんな。生徒と接していく中でしか見つからんのかもしれん。アドバイスはできても、結局見つかるかどうかは南雲先生次第だ。俺がとやかく言うことではないかもしれない。師匠、どうしたの？さっきから難しい顔し、考え事してるみたいだけど。お主にパンチしたいのに。なんで？今の言葉にトゲがあるように感じたからじゃ。確かに悪意はあったような気がするわ。わざわざ言い方変えたあたり、ちょっと悪意を自覚しとる感じがするよな。はい。少し考え事をしていたのじゃ。なんだ？考えたってチュールの値上がりは止められんぞ。考え事？それって南雲先生のこと考えてくれよんじゃ。余計なところで察しがいいの。まあ、その通り。なになに、師匠も南雲先生推しなん？俺同担局なんやけど。あれは不器用が過ぎる性格をしておる。そうかな。今のお主にはわかるまい。あやつは先代によく似ているのじゃ。じいちゃんに？それこそそう思わないけどな。だから言ったじゃろ、今のお主にはわかるまいと。じいちゃん不器用だったんじゃ。あんなにホイホイ女の人に声かけながら、実は不器用だったんじゃ。じゃが、お孫殿にもわしの言葉の意味がそのうちわかるのじゃ。今は正面から付き合ってやることが重要と言えようぞ。ここテストに出るのじゃ。どこのテストよ。どこでそんな言葉を覚えてきたの。でも正面から付き合うか。分かったよ、南雲先生と話すときは気をつける。
女の人の体と正面と付き合うことも大事ってことを黒猫から教わった。落ち着いてプレイして最後プレイが終わった後に興奮すればええんや。女の裸を見てな、そういうゲームだ。というわけで22日水曜日だ。お孫殿ご機嫌じゃの。ああ予約した人が来るんだみたいな話かな。これは見たことある。うめ、お客さんを待ちとするかな。そこでちょっと久しぶりに資料見てみようか。わあ、もうほぼ満タンまで近づいてきとんやな春山さん。特になんか情報がそんなに見受けられるって感じではないな。変化は好感度がだんだん上がってきとんってことでちょっと嬉しく感じる感じで。さあ今日の被害者は誰で。おっと久しぶりに雨宮ちゃん。前回はそんなにお尻ペンペンできなかったからね、今回は存分にお尻ペンペンしてあげよう。雨宮さんじゃないですか。いらっしゃいませ。こんにちは、あつし先生。おっと笑顔が戻ってきてるな。結構バンド仲間といい感じになったんかな。今日は嬉しそうですね。いいことでもあったんですか、それとも俺にお尻ペンペンされたくてたまらないんですか。実はバンドメンバーとお話ししたんですよ。おうおう、どうだった。メイはこのバンドを抜けた方がいいかなってお話もしたんです。そうなんじゃ。そしたらみんなからそんなことを言わないと言われちゃいました。やっぱそうだろう。みんな雨宮ちゃんと一緒にやりたいんよ。心配してよ、あのヘドバンやめた方がええよっていうのは心配して言ってくるよわけよ。やっぱり雨宮さんのことが心配なだけだったんですね。そうなんです、みんなメイのことが嫌いなんじゃなくて本当に心配してくれてたんです。うん、そういう勘違いでさ、やっぱり話してようやく解けることってあるからな。やっぱ人と話すことって大切なんよな。音楽に一生懸命で人一倍努力してるメイを尊敬してるって。うわ、そこまでくれてメイとっても嬉しくて。それは確かに嬉しそうやな。よかったですね。はい、今日もライブをすることになっててとっても楽しみです。そっか、じゃあ今日も気合を入れて君のお尻を叩かないといけないな。だからそのマッサージをしてもらっていいコンディションでライブしたいなって。そういうことですか。もちろんマッサージするのはいいですよ。でもライブで無理をするのはダメですからね。気をつけます。だが君にも味わってもらうぜ、裸になる快感をな。文字通り裸になるんだけどな。アツシ先生にマッサージしてもらってからライブなんて幸せです。幸せならケツ叩こうって。またお前仰向けか。こっちの方がわしは落ち着くのじゃ。ちくしょう、あんだけ惜しい戦いがたがっていた君はどこに行った。また仰向けじゃないか。はい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 、あまだちょっと見過ぎにくい感じがあるな。まだ落ち着いてできるな、これ。よいしょ。どうですか？痛いところがないですか？いい感じだぜ。もち、もっと激しくてもいいんだぜ。落ち着け落ち着け。楽しみは最後に取っておくからな。はい、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 はい。あい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 あーあい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 あった。いかんな、いけるわ。
おっと、ちょっと黒いブラが見えてきてるね。一緒に熱くなろうぜ。じらすぜ、まだまだじらすぜ。最後にどでかいのも残しているからな。はい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 ちょっと変なところでミスしてもだ。あだがスコアは高いはずだから、アツシ先生、平行線の彼方へ。アマミヤ、いや、アマミヤちゃん意外とおっぱい大きいな君。こんなにおっぱい大きかったな君。脱げば強いじゃないか。隠れ恐竜ってやつだ。はい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 。すごいな、君ってそんなスケベな体だったのね。皆さん勘違いしないで、これはマッサージ中にいきなり全裸に脱がしてるわけじゃないよ。この子が脱いでるわけじゃないよ。気持ちが高ぶりすぎて裸に見えてるだけだよ。で、ゲームの公式サイトに載っとった。終わったんでしょうか。さあ、すべて終わったぜ。気持ちが良かっただろう。ちょっとミスったな。フルコンボでほんまにいけそうな気がしとったんやけどな。すごい気持ちよかったです。また気持ちよくしてほしいです。いつもより念入りにマッサージしておきましたよ。ありがとうございます。わあ、もうメスの顔や、メスの顔や。もうこれがそれにしてもそこまでコリがあるわけでもなかったですし、あんまり疲れてる感じもしなかったですけど、今まで練習も控えていたんですか。実はできるだけヘドバンをしないようにしてるんです。そうか、みんなを心配させちゃうので。ああ、やっぱりみんなが心配しとるって気づいたらさ、自然とヘドバンを抑えれるようになってきたんやな。そうだったんですね。僕もそれがいいと思います。でもこれからもアツシ先生のマッサージは受けたいなって。いいですか。それは僕からお願いしたいぐらいですよ。気軽に来てくださいね、待ってますから。よかった。話は変わるんですが、お店の外にいるのはバンドミル…さっきからお店の中覗いてるみたいですけど。あれ、本当だ。待って、俺が雨宮ちゃんの推しいただきたいみたいな感じのことを思ってるのバレてるかな。大丈夫かな。エクスタシーな状態になって雨宮ちゃんの体が裸に見えるような状態になったの、みんなから気づかれてないかな。大丈夫かな。すいません、ちょっと話しすぎましたね。そんなことないです。アツシ先生とお話しするのメイは好きですから。みんな待ってるみたいなので、そろそろ行ってらっしゃい。応援してますよ。できればその子たちもマッサージさせてほしいですね。来ませんか、みんなに来ませんかって言ってみてどうだ。俺が君たちの体全部サポートしてやるぜ。ありがとうございます。押し込んでやるぜ。それじゃあ行ってきます。押し込んでやるからね。この時間は何をして過ごすか。あ、マジか、昼もマッサージしちゃうんか。ちょっとパッチ入れてマッサージ堪能したいなって時に限ってマッサージの回数がちょっと少ないという残念な回。過ごし方が決めるぜ。どこかに出かけるのか。お出かけをするぜ。なんじゃ、忘れ物でもしたのか。カットルタなんじゃ、
忘れ物でもしたのか。ここはバッチリ雪城さんのところに行こう。え、夜じゃ。あら、お帰りなさい。雪城さん、こんばんは。あつし君、配達のお兄さんから荷物を預かっているんだけど。え、なに僕の代わりに受け取ってくれたんですね。ありがとうございます。大きな箱だったけれど、何を買ったの？え、それはその、え、言えないものですっていうのはちょっと勘ぐらえる。どうなんだろう。プレゼントって言った方がいいのか、秘密ですの方がいいのか、わ、悩む。言えないものですが勘ぐられそうな気がするし、秘密です。もう教えてくれてもいいじゃない。男には女に黙っておきたいことが一つや二つあるんだよ。そんな顔しないでくださいよ。その雪城さんへのプレゼントを買ったんです。でもプレゼントをもらうような。待って、そんなこと俺聞いてねえわ。してないわよ。俺はもう聞いてねえぞ、プレゼントだなんて。だったら一番下選んだら正解じゃないのか。聞いてねえぞ、アズシ。家事をしてくれるじゃないですか。その感謝の印って思って買ったんです。気に入ってもらえるかは分かりませんけど。で、箱開けてみたらさ、手錠とかそういう SM グッズできてさ、ユキシロ、お前のことを今から縛るぜみたいな感じ。そんなことない、アズシ君からの贈り物だもの。どんなものでも嬉しいわ。本当か？ちょっといかがわしいものでいいならどう思うよ。誰かにプレゼントをもらうなんて久しぶりだから、とっても楽しみ。中身なんだったんだ。で、結局中身なんだったんだ。気になるじゃねえか。師匠、雨宮さんをライブ成功したかな。そう信じるしかないじゃろう。じゃがまあ、晴れやかな笑顔をさせて送り出せたのじゃ、成功したも同然じゃろう。そうやな、しかもみんな待っちょったけんな。雨宮ちゃんは過保護者だな。何にせよ、信じぬ者に結果は訪れぬのじゃ。お孫殿が成功したと思うならば、名のやつは成功しているはずじゃ。うん、信じてあげたいとね。まあ俺が闘魂一発、闘魂注入としてお尻引っ張られてあげたからな。俺が引っ張られたケツは元気なんだよ。時にお孫殿、なんだ、メイのやつから受け取った CD とやらは聞いたのかの。そんなもん受け取ったっけ。ごめん、傷覚えてない。そんなもん受け取ったっけ。え、ああ、うん、一応聞いたけど。なんで。いやの、待合室の BGM にメイの曲をかけるのはどうかと思ったのじゃ。え、かけよったんじゃ。ああ、ほら、アメメさんの曲ってこうなかなか激しいからさ、ちょっと待合室の BGM には合わないかなって思ったんだよね。自分の曲が流れていたら喜ぶと思ったのじゃか。ダメじゃった。ああ、常にテンションハイな雨宮さんが出てきて、ちょっと始末に応えんようになるぞお前。もみじ、お前やってテンションハイの雨宮ちゃんの時はすぐに隠れよってたねんか、お前。それを考えたらお前のためでもあるぞ。なるほど、それなら雨宮さんの予約が入っている時は彼女の曲を BGM にしようかな。お前、それがいいのじゃ。いや、お前にとっては良くないと思うぞ。大丈夫か、暴れまくるぞ雨宮が。はい、次雨宮ちゃんが来た時、師匠はグッダグダにされます。決定事項。これはでも自分が巻いた種やけんな。俺は何も言わんぞ。若いのに寂しいやつじゃの。じゃ、おまこの時間は何をしてすか。というわけで今回はちょっと短いかもしれませんが、ここまでとさせていただきます。ご視聴いただきありがとうございました。刺激的すぎるな、みんな。パッチ刺激的すぎるな。ちょっと心配になってきた。 YouTube に R18 に引っかからんか心配になってきた。もしかしたらこの動画アップしてる頃には、その最後のあのエクスタシーのところはモザイクかかってるかもしれんが、そうなってもまあ皆さんごめんなさい、仕方ないということで考えておいてくれればと思います。
でもパッチは外さんからな。俺はもう最終回までパッチを外す気はないからな。みんなこれまで見てくださった人ありがとうございました。これからもエクスタシーを感じにこの動画を見に来てくださったら助かりますし、できれば他の動画を見てほしいなという願望はありますので、よろしくお願いします。おつけい。